姿勢はメンタル美しい姿勢研究所北原陽ですおはようございます皆様いかがお過ごしでしょうか本日は姿勢に一番いい寝方はというお話をしたいと思います日常生活の動作は大きく4つに分けられます座っている立っている歩いている寝ているですね そしてこの寝ている時間が人生の3分の1ほどを占めているとも言われており寝ている時の体勢というものが自分の姿勢に大きく影響していると考えられますそして僕はこの一番姿勢にいい寝方というのは仰向けでまっすぐ寝ることだと考えていますそれはなぜかというと 体の解剖学的に正しいポジション、ニュートラルな位置というのはこのようにっ、えー、まっすぐ、気をつけのような形ですね。そして横から見ると一直線のこのような状態です。だから寝ている時もこの解剖学的な正しいポジションに近ければ近いほど良いわけですね。例えば横向きでこのように丸くなって背中を丸めて 膝を折りたたんだような形でこう丸くなって寝る方こんな形ですねこう横向きで寝るという方も多いと思うんですけれども、えー、例えば20代や10代のような関節の柔軟性もある状態で、まあ、1年2年こういった寝方を毎日続けたとしてもそれほど体には大きな影響はないかもしれませんが。 これが30年40年とさらに長い時間毎日毎日こういった体勢で寝続けるすると年齢とともに体の柔軟性も失われてきて体の筋膜がこのようにやはり丸まった形で定着してきてしまう猫背のような形を自分自身で作り出してしまっているということも考えられますだからできれば 寝るときはこのようにまっすぐな状態で仰向けでこのようにまっすぐを保って寝るというのが歪みも少なく望ましいのではないかと考えております。ぜひ一つの考え方として覚えておいていただければと思います。本日は以上です。ありがとうございました。